後押しました。慎重慎重、すげえ慎重ですね。ここは大丈夫セーフ。さあ駆け上がってくるフェイクから振り出していってゾーン1つ目から、ここはしっかりとアングルを組めて立ち上がってくる。ちょっと水谷選手が後ろ引いた形にゾーン3つ目立ち上がってくる。しっかりと取ってくる高橋和樹の先行なし、ちょっと追走にして、あっとここで水谷選手のマシーンがドリフト状態には入っていない。縦走りが先行追走の高橋克実選手、さあゾーン1つ目から2つ目、これは出た、盛り上がれた。そして3つ目、ここはなんとかできたところですが、高橋克実選手が少しこう距離感を持ったまま、ドラフトですね、トラブルを抱えてましたからね、様子を見た形でですね水槽に挑んでいるという、そんな状況です、まあ、やっぱ不調は不調ですね。先行の小橋正美選手、追走の高橋和美選手、今スタートをしていきます。さあ加速をしていく、まずは久しぶりのゾーン飛び込みだ。さあマシンをコントロールしていく、さあビタッとつけていく、和美が同時に振っていく、さあどうだ、うギリギリでマシンサイドに留めた。そして立ち上がってくる。さあここは小橋が一気に高橋を追う。立ち上がる方から出口のところ、出口もう一回追い詰めることができるのか、高橋和美どうだ。あのね、はい、さあ入れ替わります。その高橋和美先行追走の小橋正則、さあどんな走りを見せてくれるのか。さあ小橋はビタビタにいっている。うわ、小橋はもう入り口飛び込みからもうビタビタだ。2つ目出口のところ、さあその辺りは少し、いや同じように詰めてくるが、さあどうでしょうか。立ち上がり小橋がインドアサイドバイサイド、ここは離されない離されない小橋のその走り、風にワークロスケで出口のところ、うわ強いね、これは最後までぴったり来るな。The last event, soHe's no stranger to tandeming. Exactly. He qualified first at Suzuka. So we'll see here Takahashi with the new Honda dialing in, trying to close that proximity into this outer zone too. But Takahashi doing his thing. Throwing down a solid lead run there.For Kanta, and Kanta usually is door to door, so not sure what happened Kanta, there. This is home track for him. He works out here and he plays out here, so we'll see how he's going to do here in his lead run coming up to the 3-2-1. Takahashi taking a little subtle, trying to dial it in here coming into this top of this outer zone too. But a lot of corrections made by Takahashi trying to make it in the right spot for Kanta.This tough battle against Takahashi. And here they are coming through the chicane. Takahashi in the lead position. Nice job by Takahashi. Oh, Kanta overshooting a little real deep in the outer zone one, able to save himself and come back. And there he is diving in to Takahashi's right door, coming through that touch and go. And Kanta just barely holding on to that outer zone close proximity throughout the track. He just kept diving in and releasing. So we'll see how he's going to do. At the same time, Kanta's going to hold out a solid run because Takahashi made a huge mistake in the outer zone too. Kanta doing a clean job. Looks like he's right on the edge there through. Wow, start nice early job. Start in the outer zone too. Beautiful job. But there you go, Takahashi still trying to keep a close proximity, but left a little to spare throughout that track.さあスタートをします。この対戦も一つ面白いところ、しかしマシンどうでしょう。チャンプのマシンがこの週末あまりこう思うようにはいっていないのか。さあ先行高橋和樹ゾーン2つ目を取っていく、スモークは十分だ。そして下り勾配からゾーン2つ目、ちょっとチャンプが引き離されているかどうだ。フラッとしているミスった、はい、それはドラミでも散々言ってる通りダメだと言ってるらしいですね。しっかりとドリフトを見せるんだというところですね、はいはい、さあスタートしました。入れ替わってチャンプ山下浩一選手が先行追走の高橋和美選手、さあゾーン1つ目ここはきっちりとドリフトシーンを見せているところに高橋和美選手が今
ほぼ同時に振ってゾーン3つ目からさあ出口のところ、さあそのエンジンのサウンドが高まります。さあスタートをします。高橋克実選手の先行追走の山下浩一選手コーナーからさあ飛び込んでくる。まずはゾーン1つ目はどうだ、きっちりとアングルをつけて各ゾーン飛び込んできている。チャンプがどうした、ちょっとこの3先行追走の高橋克実選手、ここでは先行いい走りを見せることができるのか。チャンプここはぜひとも勝ち上がっていきたい高橋克実選手。さあゾーン1つ目だ、先行に回ってチャンプがここは思い切りいっている。さあここだ3つ目どうだ、ここはいい先行になった。 LB レーシング日比野哲也選手、さあスタートしました。まずは克実選手、高橋克実選手の先行だ。1コーナーからゾーン1つ目、さあアグロきっちり、そしてゾーン2から3繰り返して、ちょっと日比野選手が置いていかれる形か。声がここまで届かないからよかった。さあスタートしました。その応援団たくさん今チームを送る日比野哲也選手先行ですが、さあそのリアサイドにビッタルと高橋克実選手のこの E92BMW が張り付いている。さあゾーン1つ目から2つ目ぴったり張り付いていくように高橋克実選手のマシン、リアサイド。もちろんこの2人も初対戦。スタートしました。まずは高橋克実選手の先行追走の剣口選手、どうだゾーン1つ目しっかり取っていく先行の克実選手、ゾーン2つ目も入れ込んで、さあ剣口選手の追走もここはきっちりとやってくるが、その距離感はどうだ。ベスト4、さあ勝ち上がりなるか。入れ替わって剣口選手の先行追走の高橋克実選手スタートしました。さあ1コーナーからゾーン1つ目に飛び込んでくる、スモークの中、さあ高橋克実選手がビタビタにやってくるが、ちょっと内側小さくなっている。さああとは出口のところ、これを好カードと言います。はい、さあスタートしました。まずは先行のカーナンバーは36高橋克実選手、そして追走カーナンバーは10松山北斗選手。さあ1コーナーから飛び込んでいく、ゾーンとトンとどうだ、プラプラっとしたマシン瞬間があったんですが、ゾーン2つ目ちょっと松山選手がはみ出し気味かどうでしょう。そして3つ目がインサイドに回ってきた、引き離したね。さあ両者入れ替わってまたまた面白い対戦です。コーナーから飛び込んでくるゾーン1つ目、あーミスった、ミスったよ、ミスりましたか高橋克実。高橋ロックオン状態、まずは先行のポジションにはカーナンバー21チーム風間水バービークス剣口選手、そして対戦相手はカーナンバーは36高橋克実選手だ。 TMS レーシング、さあこの対戦も面白いぞ。さあ先行のマザーケングシーきっちりとここはゾーン、そしてアングルを見せていくこのビッグマシン、レクサー RC、 いやいいよ、そしてケングシ選手ということになりますが、いやこの対戦これ入れ替わったらね、多分ね、はい、差がだいぶついちゃうと思うんですよね、はい。実は前回のスゴーラウンドでもこの対戦があったんですが、その時には克実選手が勝っています。さあここでスーッと今距離が空いたんですが、ケング選手がこれ迫ってくるぞ、2つ目、うわーうわー迫ってきた、サイドバイサイドギリギリで勝ち上がっていく、ゾーン4つ目に向かって壁に向かってケング口レーシングサイドタイヤの高橋克実選手、対するは水谷自動車マネショーレーシングカーナンバー963水谷大地選手、予選は28番手だ。悩む水谷、今回はなんとか予選を出してきました。さあゾーン1つ目、克実が今きっちりとラインをトレースしていく、タッチアンドゴーのアングルもいい、少し水谷に置いていく形、さあウォール攻めていったところ、水谷も追走追いかけてはいるんですが、その距離感は縮まらず、高橋がいい先行を見せました。
リザイ選手はスゴ奥井美とね2戦連続で予選落ちしてきましたからね、ここはなんとかトーナメント入ってきた以上、上がってきた以上勝ち上がっていきたいでしょう。さあ飛び込んでいける、アウトサイドゾーン1つ目、少し距離感を持って高橋和美選手がここからぐーっと寄せてこようとしているのか、タッチアンドゴーでさらに距離を縮めてくる、先行ミリさんやどうだ、一瞬リアタイヤを捉えるが、さあウォール前から出口のところじわじわじわと距離感を縮めてきているのが高橋和美。ここを先にお届けしてまいります。さあどちらが勝ち上がるのか、スタートをしました。先行高橋克実、追走の水谷大地。さあ白黒はっきりつけてもらいましょう。ワンマンタイム。ゾーン一つ目飛び込んでいく。アウトサイドゾーン、ここはきっちり高い。わあ水谷がリアサイド。今奥が見出した。さあ先行高橋克実、ここはきっちりと攻めていく水谷も今四極懸命追走で追ってはいるんですが、ちょっとゾーン一つ目の飛び出しは岡山では予選3番手からですが、小間久保選手に敗れてベスト16。さあそれを挽回するためにもこの岡山、まずは一つは勝っておきたいところ、上がっていきたいところですが、さあ水谷第一、今やはりリアをちょっと落としてからどうでしょう、立ち上がり、そしてタッチアンドゴーからウォールのところ、さあここで高橋和美を詰めていきたいところですが、慌てずに繰り返してインクリップを取ってフィニッシュライン。さあどうしました、何度も言っていますが、明日月曜日が石川ジュニア選手の誕生日ということで、自らの誕生日をプレゼントを獲得することになるんでしょうか、どうでしょうか。さあゾーン一つ目入っていく、うわーおー、サイドバイサイド作っていく石川純也、そしてゾーン一つ目なんとかこらえている先行の高橋和美、そしてタッチアンドゴー繰り返していく、コントロール下にあるか高橋和美、ちょっとその差が、うわーおー攻めていった、ウィングはオンザウォールだ、そして少し小さくなっていったが、石川純也がまたサイドに持ってくる、フィニッシュライン手前インクリップ、ちょっと石川ホールレッドからブラックアウトにスタートしていきます。ちょっとタイミングをずらした石川純也選手、さあスタートをしていきます。さあここは少し引き離す形で1コーナー、このアウトサイドゾーン1に入ってくる、ここはしっかり先行石川純也選手がゾーンをトレースしていった、距離感が少しある形で、さあゾーンはこれでなんとか抜けていった石川純也、ゾーン3つ目のこのウォール、これはすごい。さあそしてフィニッシュライン手前でインクリップ、さあ高橋和美、そうですね、ここワンモアタイムでしたね、高橋選手、和美選手、そして石川純也選手、うわお、これはヒットがあったか、これはちょっと3、4、5、5つのレッドランプ、オールレッドからブラックアウト、今スタートをしていきます。1コーナーまだへの加速、イニシエーションゾーンからドリフト状態を作って、うわーこれはどうだ、戻っては来てはいるものの、少し距離はあったんですが、ここで石川選手がコースオフ状態、さあ後半戦はどうでしょう、気を取り戻してはいるんですが、高橋和美選手もなんとかここは追走その形をキープしつつ、なんとかフィニッシュラインまで間もなくという高橋和美選手、さあその辺どんなことが感覚反応は、ね、あるのかなというふうに思うんですが、さあどうでしょう、まずは先行カンタ選手、イニシエーションゾーンからアウトサイドゾーン1、さあここでスーッとこのゾーン1ラインをトレースしていく、そしてタッチアンドゴーから少し速度が上がってくる中で、ちょっと高橋和美選手はイン側にマシンを届けてしまう、カンタは先行で今しっかりとゾーン3つ目ウォールのところを攻めていった、ブラックアウトスタートしました。
さあ加速をしてイニシエーションゾーン、そのきっかけを作ってドリフトからその形を作ってからゾーン一つ目、ここは高橋和美選手もきっちりな、少し浅めかといったところ、距離感は空いているがサンタ選手は追走でどこまで見せていくか、ここは少し距離感を、まあ、わざとこの持っているのかどうなんでしょうか。最後にはマシンをこうスーッと入れ込んでいきたいところではあるんですが、31番手とギリギリなところで、そうですね、組1枚の変わっている感じですよ。追走に回りました。実力者の戦いです。さあここは面白い戦いですよ。まずは増川和也選手、1号先行追走のこの BMW E 級に高橋和美、さあベタベタにやってくるか。先行増川いい走りをしている。スモークの中高橋和美もいい走り。さあ昨年あったんですね、2021年富士ラウンド、ここですベスト8で対戦をして、この時には松川選手が勝ち上がっています。さあスタートをしました。客あるからの飛び出した、まずはアウトサイドゾーン1つ目、ちょっとフラフラっとしている高橋和美選手の先行ですが、スモークは十分上がっている。さあインクリックからの立ち上がりだ。少しそのスモークから外れて、今シーズン実は今シーズンだけでこの2人は2回対戦があるんですよ。スゴーラウンドではベスト8で和美選手、奥井引きではベスト32でケング選手は勝っていますが、さあケング選手先行、和美選手をちょっと引き離す形でアウトサイドゾーン1つ目から振り返して、ちょっと内側に和美選手が追いかけようと小さくなっているかどうでしょう。スモークの中アウトサイドゾーン3つ目、ここはなかなかいい形でサイドバイサイドでフィニッシュライン。最終戦富士、今シーズンにその目標の1勝を挙げることになるんでしょうか。ケング選手も今シーズンは優勝シリーズで1勝を挙げている、このジャパンシリーズでもというふうに思っているのは間違いないでしょう。さあスタートをしました。さあ高橋和美選手が今アウトサイドゾーン1つ目2つ目振り返してくる、それに合わせ込むように、あーとちょっとここでケング選手がはらんでいく。アウトサイドゾーン3つ目、ここはしっかりと高橋和美選手がキャッチをしてフィニッシュライン。優勝、そして今回はベスト8、さあ勝ち上がればセミファイナリスト、少し成長してますからね、はい、そして対するはなんとか1勝したい高橋和美選手。まずは先行の箕輪博也選手、スモークは十分上がっているアウトサイドゾーン1つ目、さあサイドバイサイドで入ってくる、同時に振ってインクリックからの立ち上がりだ。さあ高橋和美選手もこのサイドにマシンを留めている。アウトサイドゾーン3つ目フィニッシュライン、なかなかいい追走。そんなことを言って話してはいるんですが、さあ先行に回った高橋和美選手、追走の箕輪博也選手です。さあどうだ、箕輪選手が早くもですね、右リアサイドにマシンを留めようとしている。スモーカー上がって110R からの飛び出し、さあアウトサイドゾーン1つ目から、さあインクリップを取っていく、ちょっと箕輪選手が人間小さくなっているか、そして引き離してアウトサイドゾーン3つ目。6番手から先ほどの神田選手のその状況を見て、さあ小林正則選手はもう一つシフトを上げていくんでしょうか。さあスタートをしました。逆アルカナの飛び出し、アウトサイドゾーン1つ目振り返して2つ目、ここはきっちりと取っていく。さあちょっと和美選手が置いていかれモードになっているがどうでしょう。アウトサイドゾーン3つ目、ファイナリストということになるんでしょうか、それとも予選31番手から調子が上がってきている高橋和美選手がファイナリストになるんでしょうか。さあスタートをしました。先行高橋和美選手、追走の小橋正則選手。さあまずは逆アルカナの飛び出し、アウトサイドゾーン1、2、ここは同時に振っていったインクリップ、ここはきっちりと高橋和美選手、ちょっと小橋選手がイン側で小さくなり気味だ、どうだこの辺り。さあ行きましょう。スタートしました。お手元のスマートフォンまたは会場のこのメインスタンド、大きなモニターがあります。ご覧ください。さあ飛び出してきた、まずアウトサイドゾーン100R からの飛び出しだ。きっちり決めてきた。さあインクリックがスーッとそのスピードを伸ばしていきます。アウトサイドゾーン3つ目。カラーの BMW Q2、そして水槽のそのポジションに小林選手のこのマシン。シルビアが入っていた。さあスタートしました。
さあかなりリングを使っていますね。さあ 100R からの飛び出し、高橋和美選手振り返してゾーン2つ目から、さあここでフォア選手がずっと今インクリップ、おーこれ回った、小橋選手のマシン、そのスタート瞬間がやってきました。松山誠選手先行、追走の高橋和美選手、さあ 100R からの飛び出し、まずはアウトサイドゾーン、ワンどうだ、ビタビタに来ている高橋和美選手、さあ振り返してゾーン2つ目からインクリップ乗っていく、スモーカージェルが上がっていく、さあどうだね、フィニッシュライン手前を使うと水はどうだ、変えます、どんな先行を見せるか、そして松山奥斗選手がどこまで詰めていくか、スタートした注目の 100R からの飛び出し、おお、どうした、ちょっと今接触がありましたね、珍しい